イドリス・カルロス・カメニは、カメルーン・トゥアラ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。2000年シドニーオリンピック後に、フランスのルアーブル AC に移籍したが、トップチームでは、プレイできずに4年間リザーブチームでくすぶり続けた。2002年に、エース・サンティティエンヌに、レンタル移籍したが、生え抜きのジェレミー・ジャノがおり全く出場機会を与えられなかった。2003年、 イングランドのウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に、レンタル移籍する直前まで行ったが、イギリスの労働許可証を取得できなかったため、移籍話は消滅した。2004年7月18日、20歳の時に移籍金60万ドルで、スペインの RCD s スパニオールに移籍し、2シーズン目の2005から06シーズンには、コパデルレイで優勝した。2006から07シーズンは、 リーグ戦で不動のレギュラーに君臨し、主にカップ戦で起用されて UEFA カップ準優勝に貢献したゴルカ、イライソスとポジションを分かち合った。リーグ戦第37節の FC バルセロナとのバルセロナダービーではリオネルメッシに神の手ゴールを彷彿とさせるゴールを決められている。クラブでの活躍が認められ2006から07シーズンには アフリカ最優秀 GK 賞を受賞した。2007年に、イライソースがアスレティックビルバオへ移籍した後は、不動の成 GK としての地位を築いたが、2008から09、シーズンはクラブにとって厳しいシーズンとなり、12月まで、広角圏で過ごしたが、年明けに息を吹き返した。2009年になると、トレーニング後に侮辱したファンと乱闘寸前になる出来事があり、5月16日には、 チームメイトのグレゴリー・ベランジェと喧嘩する出来事があった。それでもリーグ戦37試合に出場し、同胞の先輩、トーマス・ヌコノが持っていたクラブ記録を破る550分連続、無失点を達成した。エスパニョールではたびたび人種差別を受けていた。2011から12シーズンは、クラブと契約をめぐって揉めたこともあって、クリスティアン・アルバレスにポジションを譲るようになり、 2012年1月13日にエスパニョールとの契約を解除してフリーでマラガシー F に加入した。2月25日、フルスエスパニョール戦でウィリフレード・カバジェロが負傷退場したのに伴って途中出場し遺跡後初出場を果たした。その後はカバジェロから定位置を奪取した。ルベン・マルティネスの対談により、新シーズンから背番号25から1に変更。 しかし、一転して、カバジェロの控えにアマンジリーグ戦3試合の出場に、とどまった。2014から15シーズンになるとカバジェロが、マンチェスターシティ FC に移籍。ワールドカップでも活躍したメキシコ代表のギジェルも、オチョアが AC アジャクシオより加入するも、ポジション争いに勝利。以降は、不動の政治系としての地位を確立し、オチョアを、グラナダ CF 移籍へと追いやった。 2016年11月20日、リーグ戦、第12節の FC、バルセロナ戦で、クリーンシートを達成。これでバルセロナ相手のクリーンシートは、エスパニョール時代と合わせて7度目となり、イケルカシージャスを超えて、バルセロナ相手に最も多く、クリーンシートを達成したゴールキーパーになった。なおこの試合では8セーブを記録している。2017年7月3日、 フェネルバフチェ SK への遺跡で原則合意。メディカルチェックを受け5日に遺跡が正式に発表された。背番号は18。15歳だった1999年にはナイジェリアで行われた FIFA フフワールドユース選手権に出場し U-22 本代表などと同居したグループリーグで敗退したがカメニ自身は活躍してその名を世界に知らしめた。 2000年に16歳ながら、シドニーオリンピックに出場して優勝し、史上最年少で金メダルを獲得したサッカー選手となった。17歳の時にカメルーンウェイ代表に初招集され、18歳だった2002年には 2002FIFA ワールドカップに出場する23人のメンバーに選ばれた。アフリカネーションズカップ2002には控え、ゴールキーパーとして出場し、 決勝でセネガルを破って優勝した。19歳だった2003年には FIFA コンフェデレーションズカップ2 0 0 3にレギュラーとして出場し、ブラジルを完封するなどしてグループリーグを1位通過した。決勝で開催国のフランスに敗れたが、カメには4試合でわずか1失点しか許さなかった。2004年2006年2008年のアフリカネーションズカップでもレギュラーとして出場。 兄のマテューリン・カメニもゴールキーパーとしてプレーするプロサッカー選手であり、2004年大会では兄弟、揃ってメンバー入りしている。2010年のワールドカップ、南アフリカ大会にも出場したが、ポール・ルグエン監督はスレーマ・ヌ・ハミドをレギュラーに抜擢し、チームは日本、デンマーク・オランダと戦ったグループリーグで参戦全敗に終わり敗退した。ありがとうございます。